富田林交渉事別院は、富田林市富田林町にある、新宗教制派の寺院。永禄初年頃ろ建立。宗教法人としての名称は、富田林交渉事別院。富田林寺内町の中核寺院である。次伝によると、応永年中に、盲人谷村正治古五房に創造された一行、創道場が前身とされる。永禄年間諸島。 1560年前後に、孔章寺、第十六世召集が、富田の芝と呼ばれた荒れ地を境内地として買い受け、周辺四村の庄屋八人と共に、富田林寺内町を開発し、当時を建立した。赤市州の祖父である孔章寺、第十四世連郷は、かつての法名を競合と言い、機内を中心に、多くの門徒を抱える仏光寺の十字であった。文明十三年頃に、 本願寺へ帰参したが、多くの門と松寺を引き連れて、仏光寺を去り、山品に高尚寺を再興した。連教は、本願寺、第十一世権与と共に、河内地方の教家に勤めた。明州の父である高尚寺、第十五世、練習の時、天文の作乱によって、山品の本願寺、高尚寺が共に消防すると、高尚寺は、大阪の天満へ移った。 練習は、細川春元と本願寺の和解に奔走した、こうによって本願寺の一家集に加えられた。赤州がが34歳で病死した後、県流の次男で赤州の養子に入っていた、県村が、高生寺、第十七世となり、永六十二年に、大木町天皇より、高生寺を脇門跡とする直教を受けた。京都史の研究によれば、当時は初め、 高渉寺掛所と称し、後に高渉寺門跡検体所となり、元山高渉寺の西本願寺からの独立に伴って1880年に高渉寺別院に解消したとされる。俗に富田の御堂、または御坊という。河内名所杖には高渉寺の林番所とあり、元山高渉寺門主が当時の住職を兼任し、当時には本山から派遣された。 留守居が置かれた。現在は、元山高渉寺住職の一族が、当時の住職を務めている。第二次世界大戦末期には、大阪市平野国民学校からの学童集団疎開を受け入れている。以下の建造物が、とんだばやし高寺別院六棟として、国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。